来たか。報告します、お父様。お前が上杉の内情を話してくれて助かるよ、ミチル。はい、お父様。だが、お前の真の任務は分かっているな。はい。黒曜の女神を見つけ出し、その宿主を殺すことだ。はい。女神の宿主、例の武士は見つかったか？ごめんなさい、まだ発見できません。そっか。しかし会えば必ず分かるさ。石と石はつながるからな。期待しているぞ、ミチル。お前は私の一番の出来のいい娘だからな。また失敗作だ。どうして僕はガラクタしか作れないんだ。クソ。私は大地に打ち捨てられたしがない小石の一粒、名前すら与えられない、何の価値もない。でも、おお、よくやった。お前は特別だ。名前を授けよう。そうだな、ミチルだ。私の3000番目の娘だからな。ミチル、それが私の名前。しがない小石の一粒から特別な一人の人間に、価値ある人間になれた瞬間だった。お父様の役に立てる、嬉しい。でも任務を果たさなければ、また価値のないただの小石に戻ってしまう。それは嫌。見つけたら一刻も早く。